ニューメディカテック株式会社は、大阪府水田市に本社を置く潮水装置、製造会社である。大阪府が認定した、大阪のものづくり看板企業に選定される、経済産業省中小企業庁から、規模は小さくても特に優れた技術を持つものづくり、中小企業として、明日の日本を支える元気なものづくり中小企業300社。 に選定されるなど、簡単操作で運転可能な下半式全水域対応型装置を国の防災拠点や途上国も視野に入れ事業を展開している。災害時の支援活動にも力を入れており、東日本大震災では大型の災害用浄水機16台を福島、宮城両県の各自治体に無償で貸し出し、井戸水などの浄水に活用。 熊本地震の際にも被災地に貸し出し、ノロウイルスの集団感染が疑われた避難所で感染予防に活躍した。クリスタルバレー浄水器は家庭用、業務用、災害用がある。弱作技術のノウハウを活用し、海水の淡水化、農薬、ウイルスを除去。災害等の非常時にも電池で浄水可能できる家庭用浄水器を開発。この技術により、 2014年防衛省主催安心水プロジェクト総合優勝。2016年の熊本地震では日本赤十字社からの依頼で給水支援を実施し注目された。ありがとうございます。